このシーンをもちまして、まずは有事役若葉優也さん、ご覧になります。お疲れ様でした。ありがとうございます。ありがとうございます。とても楽しい撮影でした。完成楽しみにしてます。ありがとうございました。そして聖一役いきます、宗介さん、ご覧です。お疲れ様でした。お疲れ様でした。素晴らしい作品で、この素晴らしいクルーの中で素晴らしい家族に恵まれてですね、あまりそう見えなかったかもしれないですけど、はちゃめちゃ楽しかったです。皆さん本当に21日間本当お疲れ様でした。そして五代目佐藤浩一さん、オラプです。よろしくお願いします。さっきも監督が言ったんだけど、編集がすごい大変な作品でしょ。みんな行くか。池松が言ったように、世代の垣根を越えていい意味でコラボレーションが取れた、そういう現場だったと思います。完成本当楽しみにします。おめでとうございます。正雄役久保田正孝さん、ご覧になります。ありがとうございます。ありがとうございました。本当に、すごく楽しかったです。浩一さんはじめ本当確固たる実力者の皆さんとこうやって毎日共にすることができて、すごく刺激的で、やっぱりお芝居って難しくて面白いなってすごく改めて感じさせてもらいました。完成楽しみにしてます。ありがとうございました。はい、そして最後に花子役松岡芽生さん、ご覧です。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとう。やっぱりみんなで病気なく怪我なく入れ替わることなく最後まで来れたっていうのは、やっぱり誰かに見守られてたんだなと思ってます。見守ってくれた方ありがとうございます。本当にみんなが同じ方向を向いて石井さんが引っ張る船に乗ってるっていう感じが最高に楽しかった21日間でした。本当にありがとうございます。みんなのことが大好きで、あ、そうだ、花子から赤のお花のプレゼントを持ってきたので、うん、あそこに置いとくので、みんな好きな赤の花を持ってってください。ありがとうございます。素敵な赤のプレゼントです。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。石井美愛美などの実験おりますが、オールアップになります。おいしい。本当お疲れ様でした。皆さん2月の上旬に多分脚本の大工を書いて、3月の下旬ぐらいに正式な号が出たんだなと思います。4月12日、あ、4月12日。そこから1ヶ月ちょっとでクランクアップにこぎつけるという、かなりはちゃめちゃな映画だったと思うんですけど、それによって皆さんにはすごいこうご苦労とご負担、通常以上のご苦労とご負担をかけたと思いますが、撮れた絵はそういう 無謀なことをしたということを微塵も感じさせないぐらい勢いに満ちたものになっていると確信してますし、仕上がりに関しても任せてください、自信があるんで。松岡さんも言ってましたけど、この状況で状況下においてコロナの欠員もなくですね、あと天気も 100% 全部勝ちましたんで、やっぱりなんかすごいついてた現場なんだんじゃないかなと思います。皆さんいい人たちばっかりでしたし、キャストも言わずもがな最高の人たちが集まってくれたので、本当に心地が良かったし楽しかったです。皆さん本当お疲れ様でした。お疲れ様でした。